秋のより、月ぶりにもまた薄く。
るならそれを貸してやれ。ここにも
他の中央県民であろう、ただ一分は及ばず、こちらから来ても、この立場を通らにゃならぬ人に気持ち、ねてより武田様と示し合わせ、他の中央はここに来るが最後、相手の村を、この死をあげると、田村で腹を受けば、武田様の一人でなれる。死の俺の方で、鍋取るか打ち取るか、火星には及ばぬと食う相手には、あの二階座敷に潰してある。ありがとう。けば、なら、死ぬで。そりゃどこが、お参った、お参ったと、ありの婆様が、ちゃんお参ったと、なるとばかりを言うのであろう。それで、三章へ行くからの使い、ちゃんと言って、ごめんて。なんだ、悔しいよ。何だ、何だ。Thank you.
嫉妬のうちに用があるから代わりに私はお頼むと言うて俺に任せて貴様はこりゃなんじゃ親玉に知れるぞ猛勢をかぶる出入りだ。さあさあござれござれ。いざ用務かけよまだちょっと動くし何であろうとまあござれ。いやちょっとはてござれというのに。I'm not sure.
わずねにしかくなし海海へしめまでまことにここは来たすこの大使でくるとくなれるぜひとも今宵一夜のやぶむこむしをもうしたしこの尺
でも外に泊まりを売りますが、ただいま薬を飲ませたくお湯の子の死にもしたし。あなた、今日おいでなされましたな。あの、お湯でござりますか。ただいまお詫び申します。Thank you.
をご苦労だし、あたらあたんぞを思わねえと、いい恋とも言わせねえば、あのようにもしたなでと、大事を抱えし、いやさあ、大事なくばどうなりと。そんなら叶えてくださんすか。
でよ。いたのうちゅうど、あ、服の髪が舞い込んだようなものだ。どれ、ワイフののろしで知らえ、待て、これから行って合図をすれば一度にドーンと押し寄せて、あの落ちゅうどはいけどるが、こう身はみんなで頭割りしてみりゃ、この俺は手柄もいず位置も取らず身も取らず、こりゃまた以来お茶ピーゆっかり合図もできぬわい。おお、なしといって竹澤様の実態突き出せば、おお、美は一人でせしめるし、まず侍に取り立てられ、縁もまたか1号や2号や3号や一升や二升じゃるね。で、南国のりの侍かぐ、そのうちあの年寄りのことだから、親方のとんべえ様はとんと頓死してしまえば、あとのおむすは俺の女房、うてなは橋爪おみかけ様こいつは姉と女で体がたまるがしらん。しかし両方そううまくいけばいいが、まずあのお中度から、おおそうだ、私胸の先導なら一人に一人じゃ負けないが、痩せても枯れても似たよしみね、大方やっとが今だろうし、この俺がやり損なってこの首ついコロリ、いやこりゃまた以来お茶っぴ、こいつもうっかりできぬわい。どうしたら、あ、よかんべいな、いっそ村に知らしょうか、一人でやって褒美も取りたし、娘も手に入りたし、うてなも目かけにしたし、こいつは方々より決まりをつけ、金にしようか声にしようか、金か恋か、え、こいつはやっぱり当然風に金にして俺一人にしようわい。はて知れたこと、さっきとっくり見ておいたあの中黒の旗を持っているからは、新田の宇宙道吉峰に違いはない。で、去年親方と相談して船底を送り抜いて、吉沖を殺すときは命がけのことを指しておいて、褒美をもらうときは親方一人で温まり、この六蔵は未だにこの有様、え、この弟の吉峰を今度は俺が行けろって出世をせねばならぬ、邪魔立てすればお主とで容赦はない。
な。なんと言っても相手は子孫自慢を持たせない。それじゃと言うて。なんじゃいの。わしの言うこと聞くから俺も今まで何のかのと言うたは見直すかや。それは本のことかいの。いやあの奥の男目に気があるゆえ俺を止めようという心かい。そううまくは参るまい。なんじゃいの。そなたの心見た上で今まで返事もせなかった。疑いやるならどうなと勝手にしやいの。Thank you.
一層打ち明け申し上げようか。いや大丈夫様のお父さんが Thank you.
お前の
みんな声入ってたね。壊れた
意見言うても嘆いても聞き入れぬ無徳し、かかさんがご参したらしようもようもあろうもの。何を言うても身一つ思い詰めたる吉峰様。未来に力士との合わぬおかと、それを頼みに二つには、それを頼みに死にまする。Thank you.
日は生け捕りした心得て村々の富を開くと最善聞いたが天の与え。